得相談のコーナーです。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについて詳しくお伝えしていきます。今日も一心堂薬局の荻秀幸さんを迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマなんですが、今月2回目ですね、はい、生活習慣病について伺ってまいります。これはまあよく聞く言葉ではありますよね、はい、そうですね、はい、改めてこの生活習慣病とは、はい、というところを教えてください。はい、まず生活習慣病とはですね、生活習慣が乱れることによって起きる、うん、まあ、疾患なんですね、簡単に言いますと、うんうんうん、はい、はい、ではですね、生活習慣病の主な疾患を教えてください。はい、はい、まずこちらをご覧いただきたいんですけども、まず生活習慣病といいますと、高血圧、糖尿病、あと高脂血症、あと肥満、あと脳卒中、あと心臓病、痛風、がんというような病気がですね、主な生活習慣病と、まあ、ちょっと痛風の痛がちょっと痛いという字なんでちょっと間違ってます。あ、ちょっとごめんなさい、失礼いたしました。はい、はいはい、いやなんかちょっとがんとか心臓病も、そうなんです、生活習慣病に入るんですね。そうなんですね、はい、やはり生活習慣が乱れると、まあ、がんにもなってくるというふうなことで言われてるんですね。はい、はい、じゃあ今日はこの中からどのような疾患をご紹介いただけますか。はい、今日はですね、はい、高血圧症とですね、糖尿病についてお話しさせていただきたいと思うんですね。はい、はい、じゃあまずは高血圧症から、はいはい、お願いします。はい、まず高血圧とはどういうふうなことを、まあ、病気かというところからお話しさせていただきたいんですが、まず定義的にはですね、最高血圧が140、最低血圧が90を超えるものを高血圧症というふうに呼ぶわけなんですね。はい、はい、では自覚症状としてはどういったところが出るんでしょうか。はい、自覚症状はですね、こちらのようにですね、まず頭痛、あと頭重感、頭が常に重たい、あとふらつき、めまい、あと首や肩のこりですよね、あと動悸がしたり、あと不眠になったり、あとイライラしたり、不安感に陥ったり、こういうふうな症状がですね、高血圧の方に見られる自覚症状なんですね。はい、自覚症状出ますけれども、では今日も症例とおすすめの漢方薬ご紹介お願いいたします。はい、まずこちらの方が高血圧の方なんですが、まあ、血圧の方が上が158、下が92ということで、で自覚症状に関しましては、頭、こめかみのあたりがですね、締め付けられる感じがあって、で頭が重たくて頭痛が時々するんですと。でたまにめまいを起こして、まあ、以前こう朝天井がこう回って起きれないことがありましたと。で肩こりがひどくて、まあ、イライラ感、あと不眠傾向があると。で耳鳴りすることがあって、で動脈硬化症とコレステロールを下げる薬を、まあ、服用中だというふうなこともおっしゃられた方の例なんですね。この方にはどのような漢方薬をお勧めしたんでしょうか。はい、こちらのですね、長頭山という、お薬と、はい、あとこちらの龍慶というものを、まあ、併用していただいたんです。はい、では改善例見ていきましょう。はい、でまず服用しまして1ヶ月経った時点ではですね、後頭部の、頭重感、これが楽になってきたと。で肩が凝ることがですね、少なくなってきました。で2ヶ月経った時点ではですね、頭全体のですね、頭重感がこうなくなってきて、のぼせ感が良くなりましたと。で5ヶ月経過した時点ではですね、最近イライラすることもなくなってですね、不眠で悩むこともなくなってきましたと。で血圧も下がって体は楽になってますと。で6ヶ月経過した時点では頭の締め付けられる感じがですね、まあ、最近全くなくなって、血圧もさらにこう下がってですね、上が142の下が83ということを報告していただいたんですね。で8ヶ月経過した時点ではですね、まあ、血圧はさらに下がりまして、上の血圧が135、下が75で安定していると。で検査の結果でもコレステロールが下がっていたということだったんですね。で11ヶ月経過した時点ではですね、まあ、頭痛、肩こりなどの細かい症状も良くなって、体全体の調子がいいということをおっしゃられている方の例なんですね。はい、ちょっと気になったんですけど、高血圧は生活習慣病なんですけど、はい、低血圧は そうじゃないんですね。そういうふうには言われないんですね。はい、なんか不思議ですよね。そうですよね、はい、セットのような感じがしますけど。そうですね、まあ、同じ血圧という分の中では、はい、まあ、でもコレステロール値も下がってるってことですね。いいですね。いいですよね。はい、はい、ではもう一つの疾患が、糖尿病ということですけど、はい、こちらについても教えてください。はい、
糖尿病とはですね、どういうふうな病気かといいますと、水道のですね、ベータ細胞から出るインスリンという、物質があるんですが、この分泌異常によって糖代謝のですね、異常が起きる、疾患なんですね。で、空腹時のですね、血糖値、これが基準になるわけなんですが、110をですね、超えるもの、これを糖尿病というふうに呼ぶわけなんですね。では自覚症状としてはどういったところが出てきますか。こちらをご覧いただきたいんですけども、糖尿病になりますとですね、喉が渇いたり、手足の先がこうしびれたり、で体のだるさですよね。であとおしっこがですね、泡立ってくるんですね。ケトン体が含まれてきますん であとトイレの回数が増えて、皮膚がかさついたり、体重が減ってくるというような自覚症状が起こるわけなんです。体重が減ってくるんですね。そうなんです。糖代謝の異常なんで、最初は糖尿病と言いますと太ってるイメージありますけども、太ってですね、また痩せてきちゃうんですね。でひどくなってくると痩せてきちゃうんです。ですから要注意なんですね。体重が減るって言っても、じゃあですね、痩せてるから安心だっていうわけではないんですね。太ってて糖尿病で痩せてきたから調子が良くなってきた、そういうふうな方じゃなくて、逆に悪くなってるケースがあるんですね。糖尿病が進んでるというふうな、そうなんです。では糖尿病の症状とおすすめの漢方薬、教えてください。こちらの方が糖尿病の方なんですが、まず約10年前からこの糖尿病でお悩みで、で血糖値がですね180台で、血糖のですね、糖尿病のですね、もう一つの指標でありますヘモグロビン A1C が 8.1 というふうに数字が高いという方なんですね。でこの方の自覚症状を言いますと、口が乾いてですね、水分を多く取ると、でトイレの回数が多くてですね、1日10回から12回日中に行くんですね。で夜間はさらに2、3回行ってしまうと、で尿が泡立ち甘いような匂いがすると、で皮膚がカサカサして痒いと、で体が重だるいというようなことをおっしゃられたんです。こちらの方はどのような漢方薬をお勧めしたんでしょうか。こちらのですね、白化人参湯というお薬を服用していただいたんです。であとこちらのですね、解凍紅茶という、お茶をですね、併用していただいたんですね。では改善例見ていきましょう。2ヶ月経った時点でおっしゃられたことが、まず口の渇きはなくなってきたと、でトイレに行く回数が減ってきたというのが2ヶ月後の経過なんですね。で3ヶ月経過した時点ではですね、検査の結果ヘモグロビン A1C の値が以前より下がった、また血糖値がですね、180当初あったものが135まで下がったと喜ばれてたんですね。であと5ヶ月経った時点ではですね、口の渇きがなくなってきまして、トイレに行く回数がさらに減ったと、で皮膚の痒みもですね、気にならなくなったって言うんですね。で9ヶ月経った時点でおっしゃられたことが、ヘモグロビン A1C の値が前回よりさらに下がった、で血糖値の値も下がったと、で13ヶ月経った時点ではですね、以前あった自覚症状ほとんどなくなってですね、体調が非常にいいんですよという方の例なんですね。非常にいいって言えるのはちょっと嬉しいですね。ぜひとも皆さん参考にしてみてください。それではここで一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介しました受賞選や賢寿、漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。そして所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持健康増進におすすめの皇帝茶を3名の方にプレゼントします。コーナーの感想を書き添えの上、ご覧の宛先までご応募ください。ということで本日も一心堂薬局の荻秀幸さんにお越しいただきました。荻さん、本日もありがとうございました。 ありがとうございました。コマーシャルの後は皆さんからいただいたメッセージ紹介します。